今日 YouTube を見てくださった方、あなたは7つの運が上がる方法を今インストールしましたし、そして龍からのエネルギーも受け取りました。あなたは、あなたは、あなたは大開運、イエーイ。皆さんこんにちは。世界で活躍する龍使いドラゴンマスター慎吾です。今日も YouTube 始めていきます。トゥルトゥル、おめでとうございます。せーの、龍ということで、今日も僕が作りました龍の置物チュウリュウちゃんと一緒にですね、 YouTube をお送りしたいというふうに思います。で、今日はですね、前回の続きですね、龍のごとく運気が上昇する、爆上げする開運術ということでね、僕がやってる方法を皆さんにお届けしています。龍の背中に乗るにはどうしたらいいのか、龍の背中に乗るというのはもうすごく運がいい状態になるという意味ですけれども、その状態になるにはどうしたらいいのか、そういう話をさせていただきましたね。で、7つあるって言いました、7つあるって言いましたけれども、1,2,3 お話しさせていただきました。ちょっと復習させていただきます。1番目は、自分がむちゃくちゃ運がいいと思うこと。1番目は、むちゃくちゃ自分がいいと思うことですね。自分が運がいいと思うと運が引き寄せられるというふうに言いましたね。はい、まずは1番目は、自分がむちゃくちゃ運がいいというふうに思ってください。2番目は、運のいい人をそばに置く。運のいい人と友達になるというふうに言いましたね。焚き火の法則というのをお伝えしました。はい、火は与えても減らないですし、火の近くに行くとこう温まりますよね。それと同じように、運というのも、運がいい人の近くにいると自分に運が移っていくんですね。移っていくんです。そして自分が運が良くなる。で、自分が運が良くなったら、また運がいいことを他の人にこう提供して、こうシェアして共有してくださいねっていうようなお話をさせていただきましたね。で、3番目はお金の使い方でした。運がいい人から物を買う。運が良さそうな人からは商品を買うということを言いました。それお金の使い方ですね。お金もエネルギーですし、運もエネルギーです。もう、その商品がですね、大好きっていう人から商品を買った方が運は上がりますよっていうお話をさせていただきました。決して値段だけでお買い物をしちゃダメですよっていうこともお伝えしましたね。さあ、ということで今日は4番目からスタートしていきたいと思います。4番目、これね、結構、まあ、特徴的というか僕がやってることなんですけど、運がいい人にご飯をご馳走する。運がいい人のご飯代を自分が持つということですね。はい、これね、僕結構やってて、で、結構効果が高いというか、むちゃくちゃ効果が高いんですよね。例えばこうご飯食べに行くじゃないですか、友人とか知人とかと。で、話してて、で、この人むちゃくちゃ運がいいなっていうふうに思ったとするでしょ。もうそしたら、ごめん、もう会計僕させてっていうふうに言っちゃうのね。僕がここ出すからって。で、その人はもうなんか、ってなるわけ。なんでよくわかんないんだけど、みたいな。いやいや、ちょっとさ、もう運がいいから、運がいい人にご馳走すると、むちゃくちゃ運が良くなるんだよね。だからご馳走させてっていうふうに、もう先に言っちゃうぐらい、もう運がいい人にはご飯をご馳走する。うん。まあ、先に言わなくてもですね、もうさっと伝票取って、もうすっとお金払っちゃいます。慎吾さんいいんですか？いい、もう今日僕が払うからって言って、もう絶対に僕がお金を払うようにしています。はい。で、そうするとですね、そうすると不思議なことが起こるんですけど、大体僕の友達は、みんな運がいいんですね。そうすると、大体僕が出しているっていうことになるんです。でも、もうその何倍、何十倍と運が良くなっているんですよ。ですから、ぜひね、皆さんも運がいいなと思う人がいたらね、例えばお茶してたとするでしょ？そこのコーヒー代とか自分で出してあげてください。うん、これ僕サラリーマン時代からやってるんですよ。サラリーマン時代からやってて、で、なんでこれを始めたかっていうと、サラリーマン時代って何をやってもうまくいかなかったんだけれども、できることといったら、その相手ご飯食べた人にね、ちょっと気持ちを伝えるぐらいしかできなかったんだよね。そう、うん、何の技術もなかったし、なんかその、特別な、なんかこう、スキルもなかったわけで、そういう時に何がやったらいいのかなと思ったら、もう運を上げることしかないなと思って、で、友達にお金をこう払っ、友達のご飯代をお金払うっていうことをやってました。はい。ですから、あなたもぜひ運が上がるために、運がいい人のご飯代を払う。運がいい人にご飯をおごるということをしてください。やってみて。うん。そうするとね、すごい気分がいいですよ。もう最高に金運アップします。出した分だけ返ってきます。いやいや、出した分以上にお金が入ってくる。うん、運気が上がる。これもう間違いないですから、ぜひやってみてください。はい。では、5番目です。5番目。はい。これもですね、シンプルな方法なんですけれども、
運が良くなる場所に行くっていうことですね。運が良くなる場所に行く。でそれどういう場所ですかっていうふうに言われるんですけれども、もうこうシンプル、本当にシンプルで、もう神社ですよね。やっぱりね、神社は運上がる。運が上がるっていうか、やっぱり運ってさ、結局見えないエネルギーじゃないですか。で神社も見えないエネルギーをお祭りしてるわけですよね。で見えないエネルギーの一番最たるものが神様なわけですよ。で神様と運っていうのはちょっとイコールなわけですよ。見えないエネルギーという意味でね、大きな括りで言うと運も龍も神様も見えないエネルギーという意味合いではもう同じカテゴリーに入るわけです。ですから運を上げたかったら神社に行って見えないエネルギーをこう受け取ってくる。それが本当に運を上げます。なぜこういうことを言うかというと、僕も神社に行きまくってますからね。はいね、ブログとか見てくださってる方はよくご存知だと思いますけど、神社に行きまくったんですよ。行きまくってるんですね。今でも行きまくってます。そして僕が何者でもなかった頃ね、もう本当にサラリーマン辞めたちょっと1年ぐらい経ったぐらいの頃ですよ。何をしてたかというと、もう必死に日本中の神社を回ってました。でこれは自分が運が良くなりたくって神社を回ってたわけじゃないんだけどね、神社に、こう呼ばれ続けてたの。なんでか分からなかったけれども、神社を回らされたんだよね。でそれによってスピリチュアル能力が開花したんですけれども、一方でやっぱ運も良くなってったんですよ。ですから神社に行きまくってください。どんな神社がいいんですか？それはまずご自身の家の近くにある神社に行ってみることですね。それだったらいいじゃないですかね。そんなすごい遠く離れた山奥の神社とかにいきなり行く必要はありません。まずは近所の神社で結構です。でまあもしね、時間に余裕があったり経済的にも余裕があるという方はですね、日本全国の神社に行ってみてください。どの神社が開運するかというのは、僕の3冊目の本、龍のごとく運気が上昇する新しい時代の神社参拝という本に書かれていますので、そちらもね、ぜひ参考にしてみてほしいです。はい、簡単でしたね。シンプルでしたね。5番目の運気が上がる方法というのは神社に行くということでした。6番目ですね。6番目の運が上がる方法というのは、皆さん大好きだと思います、開運グッズを身につけるです。イエーイ。僕もね、大好きで、開運グッズね。開運グッズって何かというと、パワーストーンのこうブレスレットとか、あとはお守りだとかね、それから財布、そしてこういう龍の置物とか、そういったものをぜひ身につけてほしいんです。僕も実はスピリチュアル能力が上がってきた時にですね、まあ、あるこうブレスレットしてたんですよね。そのブレスレットをつけてからものすごい運が上がったっていうことがありました、ね、ある方が作ってくれたんですけれども、皆さんブレスレットお好きでしょ、ね、ブレスレットをつけるとかね、パワーストーンつけるとか、それから今僕がこう指輪してますけど、これ龍の指輪ですけれどもね、以前僕がプロデュースで作りましたけど、今は龍の指輪をつけたり、あとはお財布を持ってたりね、紹介してると思いますけれども、 YouTube で紹介してると思いますけれども、そういったものを身につける。まあ置物最強だけどね置物が最強です。はい、やっぱりね、こういうその形にしたものを身につけたりとか、そばに置いたりするっていうのは、見えないエネルギーがやってきてくれるんですよね。うん、龍の置物をこうやって置くことによって、龍のエネルギーがここに呼び込まれるわけですよ。これ本当に真面目な話でね、僕の家に龍の置物は9体以上あるんですよ。もうなんかよく分からなくなってきて、龍の置物ばっかりになってきてるから、ちょっと何体かは数えてないんですけれども、龍の置物が家に9体以上あるんですね。9って9ね、9ね。だから龍のご加護を受け取れてるんですよ。やっぱり1体よりも2体、2体よりも3体、3体よりも9体、9体よりもいっぱいみたいな方がいいのね。そう。だからぜひ龍の置物を置いてほしいし、でも龍の置物ってさ、やっぱり大きいから家族にね、見つかったら嫌だっていう人もいるかもしれないんで、そういう場合はこういう龍の指輪だったりとか、龍のブレスレットだったりとか、龍のお財布だったりとか、龍のお守りだったりとか、そういうものね、まあもちろん龍じゃなくてもいいんだよ。例えば七福神が好きだったら七福神だったり、天使が好きだったら天使のこうネックレスをつけたりとか、そういうのでもいいんです。自分の波長に合うもの、あ、これつけてると気持ちいいな、これつけてるとなんか運が上がりそうとか、テンション上がるなっていうものをぜひ、身につけてください。ね、僕が作ったオリジナルのね、商品はいっぱい置く招きサイトにありますので、それをね、使っていただいても結構です。僕のエネルギーをいっぱいいっぱい込めてますからね。このシールとかね、今すごい大好評で、ね、また
このシールね、お守りシール、これってスマホでも貼れるじゃないですか。お財布にも貼れますけれども、スマホにも貼れますから、簡単にできるね、開運方法だと思います。お値段もそんなにね、高くないですから、お手頃だと思いますので、ぜひ使ってみてください。もちろんね、僕の商品じゃなくてもいいんだよ。で、僕が好きで作ってるものだから、僕が好きで作っ、なんかさ、あれだね、運のいい人から物を買うになんか繋がっちゃったね。別にこれは全然そんなつもりはなく話してたんだけど、運のいい人から物を買うって3番目に言ったね。うん、だ、運のいい人の商品を買うと運が良くなるっていうこともありますとか言うと、なんか自分の品物をなんか勧めてるだけの人に見えちゃうかもしれないから、ちょっと言いづらいんだけれども、本当に良かったらでいいの、良かったらでいいの。なんか僕もなんかもう自分が好きなものを作ってそれをお分けしてるだけだから、でもすごいいいものなのよ、大好きなのよ、大好きなの、うん、そう、大好きだから皆さんにお分けしてるだけであって、決してなんかね、売りつけようとか押し売りしたいとかそういうつもりで YouTube を撮ってるわけじゃないからね、本当に本当にそうなのよ、ね、なんかそう聞こえちゃうかもしれないけどさ、声が高いし早口だからさ、なんかジャパネット高田みたいに聞こえるかもしれないけど、そういうことではない。なんか話の流れでそうなっちゃったけどね、はいはいね、だから慎吾さんが好きだったら、まあナチュラルにね、慎吾さんが好きだったら慎吾さんの、作ってるものを使ってもらえればいいし、もう全然違う人のものでもいいし、神社のお守りでもいいし、何でもいいの、うん、あなたが好きなものをつけてね、ということでした。はい、では最後7番目ですね。7番目の運が上がる方法ですけれども、これも最後すごくシンプルです。はい、7番目は笑うっていうことです。はい、この間の邪気払いの時も言いました、同じじゃないか。はい、同じです、同じなんですよ。もう笑うことは払い、邪気を払いますし、笑うことは運が上がることなんですよ。開運、回復でございます。福っていうのは、回復っていうのはね、病気が治るっていう意味じゃなくて、開く福です。ね、幸福の福。ね、幸せになるわけですよ。運が良くなるわけですよ。笑顔でいるとね、はっはっはーって笑ってると楽しくなるじゃないですか。はい。ですから最後ね、笑顔。ね、慎吾さん、笑顔が素敵ですっていう風に言われるので嬉しいから、YouTube の皆さんに笑顔のお福分けをしたくて7番目に持ってきたっていうのもあるんですけれども、でも運上がるんだよ、本当に笑ってると。そうでしょ？さっきからずっと言ってるじゃないですか。運の良さそうな人ってどんな人ですかって、ニコニコ笑顔の人っていう風に言ってたでしょ？そうじゃありません。皆さんの周りでもさ、しかめっ面でこういう顔してね、みたいな人って運が良くなさそうでしょ？でも笑ってる笑顔で楽しそうな人っていうのは、やっぱり運が良さそうだし、人にも応援されますよね。あとね、与えるのが好きっていうのがもう顔からにじみ出てるじゃないですか。与えるのが好きな人っていうのは運が良くなるんですよね。ですからあなたもぜひ日々笑顔で過ごしてくださいね。 Keep your smile ですよ。はい、そんな簡単なことでいいの？そんな簡単なことでいいんですね。難しいことをやって、幸せになるんじゃなくて、簡単なことをやって幸せになりましょうね。もうあなたはすでに幸せなんです。はい、それに気づくだけ、ちょっとしたコツをあともうちょっとだけやってみる、それだけであなたは本当に幸せになるんですね。はい、ではまとめていきますね。7つの開運方法。1番目、自分は最高に運がいいと思う。2番目、運がいい人のそばに行く。3番目、運がいい人から物を買う。4番目、運がいい人にご飯をおごる。5番目、運が良くなる場所に行く。6番目、運が良くなるグッズを身につける。もしくは、物を家に置く。そして7番目が、笑う、はっはっは、でした。はい。ということでね、皆さんができそうな簡単なシンプルな運が上がる方法をお伝えさせていただきました。最後はですね、龍神様のエネルギーを下ろしてきて、開運エネルギーを皆さんにお渡ししたいと思います。はい、いつものようにエネルギーワークを行っていきますので、皆さん静かな場所に移動してくださいね。ざわざわ、騒がしい場所ではなくて、そして家族がいる場所じゃなくて、自分だけの場所に行ってくださいね。はい。深呼吸しますから、トイレじゃない方がいいです。はいはい。トイレだとね、ちょっと深呼吸しづらいからね。はい。ぜひ、自分だけのスペースに行ってね。はい。それでは、こう、オープンスタンス、オープンスペース、自分の体をこう開いて、手を上にして、受け取ることを意図してみてください。僕から龍神様のエネルギーを下ろしてきます。そう、すごい。すごい。今ね、開運の竜を
呼んだんですよ。そしたらいつも金龍とか白龍とか来てくれるでしょ。今日ねピンクの龍が来た。すごい。しかもエネルギーがビリビリです。はい、それでは軽く目を閉じて3回深呼吸しましょう。はい、それでは龍神様からエネルギーを僕に下ろしてもらいます。はい、いやー、なんて心地のいいエネルギーなんでしょうか。あったかくて穏やかで優しくて、このピンクの龍のエネルギーは本当に穏やかな幸せな、まるでお母さんのお腹の中にいるような、そんな居心地がします。さあ、そしてそれをあなたにお届けしていきます。はい、受け取ってください。はい、受け取りますと言って、この開運のエネルギーを受け取ってください。はい、ピンクの龍はですね、あなたに幸せになってほしいと言っています。あなたはもっと幸せになれるよって、運が良くなるよっていうふうに言ってます。とても優しい龍です。はい、あなたもぜひ受け取ってください。我慢しなくていいの、自由に生きていいんだよ。はい、龍はいつもあなたの味方をしてるよ。そのように龍はお伝えしています。はい、ハートに手を当ててみてください。ハートの中心に手を当ててみてください。そこのハートの中心からですね、あなたの、愛のエネルギーもわーっと広がっていくかもしれませんね。今このあったかい龍のエネルギーはあなたの愛のエネルギーを活性化しているようです。そしてあなたの体の周りにですね、金色のオーラが今出ていますね。その金のエネルギーというのは人からの応援だったりとか、他の人からの愛情だったりとか、あなたって素晴らしいねっていう、そのいい意味でのね、羨望の眼差しというか、尊敬の念というか、そういったものを集めるようになっております。はい、あなたは素晴らしい存在です。あなたは本当に素晴らしい存在です。ずっと龍が言っています。本当に愛の深い、ぜひ受け取ってください。細胞の隅から隅まで龍のエネルギーが届くようにあなたが意図してください。まるで愛のシャワーで、そして体が、全身が、こう癒されているかのように、光で包まれているようにイメージをしてください。はい、それが龍が望んでいることです。そしてそのエネルギーになることで、あなたはあなたがあなたらしく生きるだけでパワースポットのような存在になる。何があっても何がなくてもあなたは幸せになれる。開運する。いいことがたくさん来る。嫌なことは来ない。いいことがたくさん来る。嫌なことは来ない。もしピンチが訪れたとしても、あなたはチャンスだって思えるような、そういう自信、強さ、自分軸が今ピンクの龍から与えられていますので、ぜひ受け取ってください。はい、それでは3回深呼吸しましょう。はい、それでは目を開けてYouTube の画面に戻ってきてください。愛してるよ、愛してるよ、愛してるよ。素晴らしいエネルギーを今ピンクの龍神様が、いただくことができましたね。なんかやりながら気づいたんですけど、運っていうのは愛なんですね。だから自分が愛の存在になっていけば、
運はどんどん上がる、そのように伝えられました。ぜひあなたもですね、まずは自分を愛して、ね、自分を大好きになって、そしてその愛の火をですね、他の人に分け与えて、愛も減りませんからね、運と一緒で減りませんから、そのように愛の循環、エネルギーの循環、運の循環をしてください。そうするとあなたも漏れなく大開運します。はい、今日 YouTube を見てくださった方、あなたは7つの運が上がる方法を今インストールしましたし、そして龍からのエネルギーも受け取りました。あなたは大開運で金運流上爆上、イエーイ。あー、よかったね、よかったね、ありがとうございます。僕も嬉しいです、幸せです。いつも幸せな気持ちにさせてくださってありがとうございます。僕が好きなことを喋る YouTube、 まだチャンネル登録してないよっていう方はチャンネル登録をお願いします。それから、僕のですね、オリジナルグッズの情報だったりとか、講演会の情報なんかが流れてくる慎吾の公式 LINE URL 概要欄に貼ってありますから、ぜひそちらもチェックしてくださいね。それから僕がですね、校長を務めます人気スピリチュアルマスター養成スクール、スピリチュアル能力を開発して、さらに現実創造、お金の部分をしっかりと学んでいくような、そういうスクールをやっています。その説明会の情報が流れてくる公式 LINE、 2つ公式 LINE ありますから、その URL も概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらも登録をお願いいたします。今日はどんな感じがしましたか？開運する方法を学べましたでしょうか？これならできる、これならやってみたいっていうふうに思った人は、ぜひコメント欄にコメントしてください。もしくはこの動画を見てですね、なんかこういういいことがあった、こういう開運したハッピーなことが起こったっていうのも、ぜひコメント欄で教えてください。コメント書いてね、コメント書いてね、コメントぜひ書いてください。ということで YouTube を終わりにしていきます。見ていただいたあなた、愛してるよー。せーの、リュー、またねー、バイバーイ。リュー、皆さん見ていただいてありがとうございました。人気動画はこちら、チャンネル登録はこちら。それでは次の動画でお会いしましょう。せーの、金運流上爆上、またねー、バイバーイ。